ドジャースの大谷翔平選手は現地13日、本拠地レンジャーズ戦に2番 DH で先発出場。終盤の8回、一発が出れば逆転のチャンスで痛恨の3球三振を喫するなど、4打数無安打に終わり、打率3割0分6厘、OPS0.955 となりました。ブルペンデーのドジャースは、先発に中継ぎ右腕のマイケル・グローブ投手が登板しましたが、初回から連打を浴びて早々に2失点。2回から左腕のライアン・ヤーブロー投手に交代しましたが、3回にさらに1点を失うと、打線が巻き返すことができず、1対3で敗れ、2連敗と勝ち越しはなりませんでした。そんな中、現在問題となっている日テレ、富士の出禁問題に対する両局のありえない対応が話題となっています。また、そんな過激報道が大谷選手に与える影響に関して、同僚が語った本音が大きな注目を集めています。ぜひ最後までご覧ください。この日の試合後、デイブ・ロバーツ監督は、チームとしていくつか強い当たりが出たと思うが、相手を脅かすことができなかった。と肩を落としました。2点を追う8回ノーアウト1・3塁。これ以上ない逆転のチャンスでしたが、39歳右腕ロバートソン投手に対し、ベッツ選手、大谷選手、フリーマン選手が続けて空振り三振を奪われました。指揮官は、8回は相手を脅かし、思い通りの選手たちの打順だったが、ロバートソンがまた同じ3人を三振に取った。悔しい。明日また戻ってきて勝つ方法を見つけなければ。と、反省の言葉を述べました。この MVP トリオの三振に、米メディア、ドジャースネーションが、信じられない。ムーキー、翔平、フレディは、あの場面で期待に応えなければいけない。と、右腕の前に屈した主軸に嘆きの声を上げると、ドジャース地元紙、オレンジカウンティーレジスターのドジャース版、ビル・プランケット記者は、おっと、また彼がやってのけた。水曜日の試合と同じように。と、ロバートソン投手の回答に驚きを綴っています。ネット上では、ノーアウト1・3塁で、MVP トリオは揃って三振。しかし不振が長いね。このままシーズン終了まで、なんてことはないと思うけど、前は大谷が打てなきゃ他が打つ。他が打てなきゃ大谷が、って補い合ってたけど、今は同じ時に打てなくなってる気がする。なんとか持ち直してほしい。大谷選手、最低でも外野への犠牲フライは打ってもらいたかったです。ドジャースでは、チャンスでの打席で打たなすぎます。テオスカーのように、ここぞという場面で打てればもっと評価が上がると思う。もったいない。と、ドジャースと大谷選手に厳しい声が並びました。直近で2本のホームランを放ちながらも、なかなか調子が上がらない大谷選手ですが、今季は様々な災難が大谷選手に降りかかりました。そんな中で今、大きな話題となっているのが、日本メディアへの出禁報道で、これにより、大谷選手が大きな被害を受ける可能性があるようです。すでにご存知の方も多いと思いますが、ドジャースが日本テレビとフジテレビに対して取材パスを凍結し、出入り禁止処分にしたと報じられました。それによれば両局は、大谷選手がロサンゼルスに12億円で購入したという豪邸を、ドローンを使って上空から撮影し、さらに近隣住民へのインタビューなど、度を超えた取材活動が大谷選手の逆鱗に触れたということです。めざまし8では番組で豪邸の周囲で住民に直撃インタビューを敢行。オーマイゴッド、僕は彼のご近所さんだ。会ってみたい。などと、ご近所さんの声を報道していました。また、公道から茂み越しにバスケットのゴールを撮影、敷地内にバスケットコートがあることを伝え、元バスケットボール選手である妻マミコさんのためでは、といったネットの声を紹介すると、続けて現地取材班は豪邸の裏手の遊歩道からも豪邸を撮影し、かなり豊かな自然に囲まれていることがわかります。などと、異常なまでに周囲を隅々までレポートしていました。豪邸は高い塀で完全に囲われているわけではなく、金網フェンスからは中の様子もうかがえる状態。許可なく報道陣が家の周囲をうろつき、近隣住民に迷惑をかけるような行為に、大谷選手が激怒するのも当然です。さらに、ウェイクアップの5月29日放送回では、豪邸ばっかりですね、この辺り。などと言いながら、近隣の住宅をモザイクなしで撮影。
大谷選手が住む予定の豪邸とされる建物の前では、玄関前からカメラをズームアップして室内を覗き込もうとするカットまでありました。これにはやりすぎなんじゃないかという批判の声も上がる事態となっていたようです。その他にも大谷選手の自宅住所を特定できる Google Earth 画像を番組内で拡散するという個人情報漏洩にまで及んでいました。そんなやりすぎな報道に大谷選手が激怒し、今回日本テレビとフジテレビが出禁処分を受けたということですが、両局とも謝罪などは一切なく、ここまで沈黙を貫いています。それどころか目覚まし8、ZIP などでは出禁報道の翌日にもかかわらず、通常通りドジャースの試合の様子を放送していました。さらに関係者の話によれば、局内で今回の責任の押し付け合いが起こっているといいます。大谷選手に対して自分たちが何をしたのかなど考えることもなく、視聴率に響いてしまうという部分しか見えていないのでしょう。日本と米国では治安が全く違います。米国では自宅バレが多いとはいえ、今回の件が発端となり、大谷選手やマミコ夫人、愛犬のデコピンが危険にさらされる可能性がかなり高いといいます。このような状況でもドジャースと大谷選手代理人がテレビ局に対し取材パスの凍結にとどめ、法的措置に出なかっただけでも寛大な処分と言えなくはありません。もしこのような報道で大谷選手が被害を被った場合、日本のメディアはどう責任を取るのでしょうか。実際にドジャースの選手も昨年だけで4人が強盗被害に遭っているのです。近年のロサンゼルス南部エリアでは有名アスリートやセレブを狙った組織的な窃盗事件が多発、治安の悪化が社会問題となっており、ドジャース関係者も大谷邸のセキュリティに懸念の声を上げているといいます。敷地面積は4047平方メートルで、3階建ての豪邸は約680平方メートル。5部屋の寝室やシアタールームがあるのはもちろん、サウナにジム、プールやバスケットコートなどを兼ね備えた誰もが羨む邸宅です。そこで大谷選手はマミコ夫人と愛犬のデコピンと共に暮らすことになります。ただロサンゼルス一帯では強盗まがいの窃盗事件が頻発しています。そのためドジャース関係者も、大谷がちゃんとフェンスを立てるなどセキュリティ対策をしっかりしているといいのだけどと心配しているようです。それもそのはずで、昨年ドジャース選手だけでも4人が窃盗の被害に遭っているというのです。フレディ・フリーマン選手は昨年7月、マックス・マンシー選手は翌8月、エヴァン・フィリップス投手は10月にそれぞれ留守中の自宅に侵入され窃盗の被害に遭いました。さらにミゲル・ロハス選手は同8月の試合後に家族とダウンタウンで食事をしている最中に駐車していた愛車の窓ガラスを割られて、やはり窃盗被害に遭いました。フリーマン選手の事件に関する詳細は明らかになっていませんが、マンシー選手の件は米エンタメニュースサイト TMZ などで報じられています。それによると、家族と共にドジャースタジアムから車で帰宅する最中に自宅の警報装置が作動、設置された防犯カメラの映像には家の中を物色する2人組の様子が映し出されていましたが、警察が駆けつけた時にはすでに逃亡した後だったということです。またフィリップス投手はプレーオフでアリゾナに遠征している際に自宅に侵入され、約1万ドル相当の貴金属が盗まれたと伝えられています。いずれの事件でも実行犯は捕まっておらず、真相の解明には至っていません。自宅の被害に遭った3人のケースでは、いずれも試合中の犯行、特にアスリートは試合の日程が明らかで留守中を狙われた可能性が高いです。南カリフォルニアではここ数年、窃盗ツーリストと呼ばれる高級住宅を狙う外国人旅行者集団による組織的犯行が横行しています。その犯行件数は今年1月から3月中旬までで900件にも上ります。犯行の手口も空き巣狙いや複数人で小売店に押し入った集団強盗など様々です。こうした悪質な事件が相次ぎ、ロサンゼルス市警も3月に特別対策本部を設置しています。もちろんドジャースの選手だけではありません。ロサンゼルスの高級住宅街を舞台にしたセレブの強盗被害やストーカー被害は枚挙にいとまがありません。米国内では家バレはよくあることで、有名人の家をめぐるバスツアーまで行われていることが原因だと言われています。例えばスーパーモデルのミランダカーは、自宅に刃物を持った男が塀を乗り越えて侵入し、
顔や目を刺された警備員と銃撃戦になったことがあります。キアヌ・リーブスはストーカーに自宅に忍び込まれ、プールで泳がれるといった被害にも遭っています。またジェニファー・ロペスは日中に清掃員を装って警備員の目を欺いたストーカーが1週間近くロペスの自宅内に潜伏していたことがあります。オーランド・ブルームのロサンゼルスの自宅には強盗が押し入り、推定50万ドルの窃盗被害に遭いました。ただ本人はたまたまニューヨークに滞在中で危害が加えられることはありませんでした。中でも衝撃的だったのはガガ様ことレディー・ガガの愛犬フレンチブルドッグ誘拐事件です。ガガはイタリアに滞在中だった2021年2月、彼女に依頼された犬の散歩代行業者がガガの愛犬であるフレンチブルドッグコージとグスタブをハリウッドの高級住宅地で散歩させていたところ、銃を持った3人に襲撃され2匹が強奪されてしまいました。ドッグウォーカーはドクターヘリで搬送されましたが、胸部の弾丸を摘出する緊急手術を要するほどの重傷を負っていました。ガガは犬を保護してくれたら何も聞かないと情報提供者には報奨金として50万ドルを支払うとの声明を出しました。襲撃犯は18歳、19歳、27歳のギャング構成員で、実行犯の父親と情報提供者の知人女性を含めた5人が殺人未遂などの罪でロサンゼルス市警に逮捕されました。このように有名人が強盗に狙われるケースが多い米国、その中でも大谷選手は顔はもちろん年俸、試合の年間スケジュールまで全てが丸裸状態、家の中に置かれる所持品が狙われることも十分に考えられ、マミコ夫人やデコピンも危険にさらされる可能性もあります。だからこそより厳重な防犯対策が不可欠というわけです。大谷選手の新居からそう遠くないエリアに住んでいるというドジャース関係者は最後に、大谷が住むエリアは明らかに富裕層が多いため狙われる可能性があります、奥さんのためにもセキュリティ対策は万全にしてほしいと語っています。また昨年10月の遠征中に窃盗被害に遭ったフィリップス投手は、僕たち家族はかなりの衝撃を受けたよ。選手だからとか関係なく、人生において起こりうる問題、警察と話していろいろ知ったけど、集団窃盗は特にここ数年ロサンゼルス市が抱えている問題で、対策をいろいろと模索している。事件から学んで必要に応じた対策をしているよとコメントしています。ドジャース内だけでこれだけの被害者がいる状況で、大谷選手のプライベートを晒し上げるような報道にはドジャースやチームメイトも呆れていることでしょう。日本メディアが原因でこれ以上日本に対して不信感を抱くような行動は控えてほしいですし、大谷選手やマミコ夫人が危険にさらされることがないことを祈ります。ネット上では、ちょっとテレビで新居を映したりやりすぎだと思っていました、自分以外にも守るものがある大谷の逆鱗に触れるのも当然かと、妻や家族を守るために怒るときはしっかりと怒る大谷はさすがですね、これからもしっかり守るもの守ってあげてほしいと感じます。応援します。日本ならまだいいよ、治安がいいから有名人の私生活を暴露して様々な情報が流出しても犯罪に巻き込まれる危険性は低い。だが米国は日本よりも治安が悪いし、銃器等に関する事件も多発してます。なので大谷選手やマミコ夫人の私生活に関わる動向をマスコミがあらわにすると、強盗等の事件に巻き込まれる危険性が高まる。いくら報道の自由とはいえど、私生活をあらわにされる方々が犯罪に巻き込まれる危険性も考慮して、私生活の動向に関する情報は自重すべきだと思いますとメディアに批判の声が並びました。テレビ局の暴走による個人情報漏洩が深刻化するのはまだまだこれからかもしれません。今回のニュースだけでなく、ドジャース移籍後から様々な悪いニュースに悩まされている大谷選手、日本メディアの姿勢が変わることはないのでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。